斎藤利藤は、室町時代の武将。美濃守護代。斎藤利長の嫡男。則明、利国、利安、利綱の二位。通称は、立脇左衛門之丞、冠は、越前守と称す。子に、源四郎、日運。以前は叔父、斎藤明珍と同一人物と考えられてきたが、別人とされる。父の死後、守護代職を継承するが、実権は、叔父の斎藤明珍に握られ、守護代として力を振るうことはできなかった。明珍が死ぬと、室町幕府に接近し幕府の権威を借りて、異母弟で、明珍の養子となった利国と争い、文明12年8月にはついに合戦を始める。利藤は、角又城を拠点にして戦うが、同年11月には、敗れて、近江の六角氏のもとに亡命、さらに京都へ赴き幕府の庇護を受けた。貞享元年5月、守護、時成頼と明順との和議が成立し、美濃守護代職に返り咲く。しかし、成頼の後継をめぐる争いで時元来、石丸利光に組みしたため、二人が戦死すると、明応5年6月に隠居させられ、失意のうちに世を去った。法名玉堂、創三孤児。利藤の嫡男源四郎は、船田合戦以前に創生し、嫡孫の斎藤利春は、船田合戦で石丸利光に迎えられたものの、風のため明応4年6月6日に没している。また、抜歯の久堂も、利春没後に石丸方に迎えられたが、敗戦自念傷のため除名され、仏門に入り、日運と名乗った。永正13年に、常在寺の住職となっている。俗書に、永井利高の弟とされているのは幼い頃の、仏門での兄弟弟子である、ともされている。実子の外に養子と思われる、斎藤利成がいるが、船田合戦では、勝者となった、明順に味方しているので、利藤没後にその名跡を継ぐよう命ぜられたものだろう。ありがとうございます。